17時まで1時間の配信を予定しております前半はテーマごとの対話を後半はツイッターで寄せられたご意見についていくつかをピックアップしての議論を予定しておりますハッシュタグデジタル規制改革でツイッターへご投稿いただいたご意見の中からピックアップして取り上げますのでぜひ投稿してご意見をお寄せくださいここで本日ご登壇の皆さんをご紹介いたします お一人目は河野太郎規制改革行政改革担当大臣ですこんにちはよろしくお願いしますもうお一方は平井拓也デジタル改革担当大臣ですはいよろしくお願いしますモデレーターは一般社団法人日本 IT 団体連盟会長川部健太郎が務めますどうぞよろしくお願いいたします それでは、河辺さん、ここからの進行をお願いいたします。はい、あの今日はこういう機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。もう早速ね。どんどん行きたいと思ってるんですけども、今日のこの対話はですね。もうなんと贅沢に2大臣、えー、との対話ということで聞いてくださっている方々はもうほぼオンラインと。 オンラインからもどんどん質問をいただいてインタラクティブにやっていくということですのでよろしくお願いいたします。えー、行政手続きのデジタル化、えー、そして働き方改革まあこの二つを主なテーマにしながらでもまあいろいろ幅を広げて、えー、未来のお日本のお行けというのをお話したいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。えー、まずうひ平井大臣がですね解説、えー、しているデジタル改革アイデアボックスの中で。 まあ、特に意見の多かったマイナンバーも含む行政のデジタル化についてそして河野大臣には、えー、特に力を入れて取り組んでいただいている、えー、働き方改革、まあ、このあたりをお伺いいたします1つ目のテーマがです、ね、行政手続きのデジタル化についての議論ですまず河野大臣に伺いたいと思います、えー、今犯行押印の廃止あるいは廃止に向けた、えー、自治体のマニュアル作成等の加速 こういったことは大変話題になっていますし、えー、実際に事前のご意見もたくさんいただいておりますけれども、まあ、こういったものを精力的に今、進められていると思いますけれども、現在の進捗状況と、まあ、これのビジョンというか、将来これが何につながっていくのか、まあ、このあたりをぜひお話しいただければなと思います。はいありがとうございます。あの行政の手続きををオンンライン化化デジタル化するために、にまず最初に何をやらななければいけないかというと、う 日本の民から官に申請をしていただくような手続きで犯行を押さなきゃいけないというものがたくさんあります。えー、全部でいくつあるか数えたら1万4992手続き、えー、種類の手続きということになりますが結構この認め印を押してくださいというのがたくさんありました。認認め印といいうのはそのは本人確認の意味をなさなさつまりど,どこで誰が 河野という犯行を買ってきて、えー、おっしゃればそれで、えー、いいわけですから河野という犯行がついてあるから河野さんが、えー、その手続きをやってるかといえば必ずしもそういうことは全くないわけで、えー、この14,992の手続きの中でどうしても必要なものを除いてまずその やめようとで特に認め人のような本人確認ができないものは意味ないからこれはもう最初からやめましょうということで各省庁に見直しをお願いをしましたでその結果1万4992が83まで、えー、減りましたでこの83は、えー、ほぼほぼというかすべて印鑑登録をして印鑑証明をつけて出すものか銀行その他に登録登記をしている印鑑 私の口座から振り替えをしてくださいという時にはその銀行の登録員を出してもらうそういうことになりましたでこれで、はんこがいらなくなった手続きについては少なくとも書類を打ち出す必要がなくなりましたからあのオンライン上でオンラインフォームその他で全部手続きができるはずですですから次のステップとして今書面で出してくださいあるいは書面に サインをしてください、対面で書面を持ってきてくださいというものについては、これ全部、書面はいらないよね、対面はいらないよね、そういう確認をしてもらってます、で、書面、対面が必要ないということになれば、これはもう全部デジタル化、オンラインで手続きができる、その次には、いろんな税金、手数料、保険料、罰金、これをキャッシュレス、オンラインで支払えるようにする。 そうするとと少なくとも行政の手続ききは全部デジタル化できるようになりますで。行政がそういう手続きを国でやりますのでそれを地方にも今展開できるようにマニュアルを策定をしているところでありますし同時に、民民の手続きでもその印鑑登録をしているものあるいは銀行の登録員が必要だというもの以外の単なる認めについては民民の手続きでもやめられるんではないですか。 それをやめてもらえれば今度は書面がいらなくなりますよ、そういう働きかけを各業界にこれからやっていきたいというふうに思ってますご説明ありがとうございます。まあ、1万数千の手続きが一気に83のみにまずなるということで、まあ、すごいなと思うんですけどもそれ以外の要するに認め印という借子定規だったということなんですかね。 あの認め印はおかげさまで全敗になりましたしその印鑑証明とか登録印というものを要求している手続きについてはこの手続きそもそもいらないんじゃないっていう手続きそのものを廃止をしたというのがいくつかあって人、うんうん、やっぱり今後行政のデジタル化といわれるところをやっていく上ではですは、ね、実は今やっている業務を変えないとデジタル化も進まないともうこれはよく報道でも言われ始めて。 いるんですけども、ままさにその一歩という感じなんですかね、これは。あのそうだと思います。あのハンコをそのをやめました。じゃあンコなしで出してくださいと言うんじゃ意味がないんで、はいえー、そもそもその業務必要ですか、はい、っていうところから見てもらわないといけないと思います。それ、はい、で一つにはこれをやることによってあの世の中がまあ便利になる、はい、いろんなことが。 行かなくて済む早くできるようになるというのと同時にだんだん世の中高齢化していく中でこの人が寄り添わなきゃいけないもの人のぬくもりが必要になってくるものというのがだんだん増えてくるはずだと思ってますが人口が一方で減ってますから今までと同じことをやっていたらなかなかこのぬくもりが必要なところにぬくもりをということができなくなります。そううすると人がややららなくてていいもものはもうロボットやら AI にどんどんん置き換えていって でぬくもりが必要なところに人手をかけられるように寄せていく、そういう目的のためにやっているんだということを、国民の皆様とも共有しながらあああの、しっかり進めていきたい、ただ便利にすればいいというものではない,というああそれは大変大事なビジョンですよね、単に応援をなくしたというだけじゃなくて、そういうビジョンに向けてやっている第一歩だということですね。 ありがとうございます次に平井大臣にお伺いいたしますマイナンバーカードの活用により行政手続きを便利にしてほしいというニーズがまあ高いようですけれども、えー、マイナンバーの活用に向けてそのインターフェースとなるマイナポータルの UI UX ですよね、えー、これが大変重要になってきます現在の取り組み状況についてぜひ教えていただけますでしょうかはいあのまずその前にあの河野大臣と私の関係というのはまさにこう コインの裏表というかセットなんですね、うん、であのさっき言ったように3文版をなくしてもらわないとそのデジタル化なんかも進めようがありませんで要するに意味のないその行政手続きっていうことなんですよねですからあ,のある程度そういうプロセスを整理してもらった上えでデジタル化の最大限の効果を発揮するということだと思います。うん、であの <laughs> えー、そのマイナンバーマイナンバーカードについても実は、えー、我々がですね先月の10月15日に設置したあのアイデアボックスの中ねずいぶんあります。まあその前にあのちょうど今日で、えー、私も河野さんも閣僚になってまあこの役職になって、えー、ジャスト2ヶ月ですね。2> 2月9月16日からあのもうなんかもう2年ぐらいやった感じがするんですけど、ロックイヤーですよねまさに。いやいやそれで。 ものすごいスピードでいろんなことをやってるんですけど、まあ、一気にいろんなものが変わるっていう、まあ、そのムーブメントが動き始めたと思いますただまあここで緩めることなく一気にやりたいというふうに思うのはあのやっぱり今まで行政が考えたいろいろな行政サービスっていうのはサービスを提供する側のやっぱり論理が強すぎて確実に間違わないようにやる。 で一方、国民側から見ると各省庁、バラバラにそういうものを提供をされても要するにどの省庁にどんなサービスがあるかなということを熟知している国民はいないわけですよ。うん、まあ困った時に何かがちゃんと手続きができたらいいということなんですけどあのマイナンバーとかマイナンバーカードそしてマイナポータルと続くこの一連の流れというのはまずそのデジタル化の中において 自分が自分であるということを証明するということは非常に重要ななことなんですねで日本はそれなしにデジタル化を進んできたので、はい、まず ID を確立してもらうっていうのはまあこれそのことをまず国民に理解をしてもらおうということとでマイナポータルっていうのはそれぞれの人たちがやっぱり自分の情報を管理自分でですね、うん で日本の場合は全部国家が管理してくれっていうようなことにはなってなくて自分が主体的に自分の情報に対してのコントロールをできる社会を望んでいるというふうに我々考えていて、まあ、そうなるとマイナポータルを自分用にどうやってカスタマイズしていくかみたいなことは非常に今後重要だと思いますそうなるとマイナポータルの UIUX っていうのがものすごく大事で。 ちょっとでもそこでストレスなんかがかかったらもうそれだけで、うん、もう使わないって離脱するじゃないですか、はい、もうこう離脱しないような UI UX をまあこれから作っていかなきゃいけないというふうに思いますであの今後あのデジタル化でいろいろな政策を進めていくんですけど政策決定をするまでのプロセスそしてどうやって進めていくかというようなプロセスつまり、うん デジタル化のプロセスを徹底的にオープンにしたいと思ってます。で、オープンにするっていうこと、いや、どっかの誰かが勝手に決めたっていう状況を作りたくないんです。うん、多くの国民の支持があってやって望む人たちがいるから我々はそういうふうに結論付けてそれを進めていく優先順位を上げて進めていくということなので、あの実はそのアイデアボックスの中に。 もう約3,600件のです、ね、アイディアがあってそれに対するコメントが1万を超えてるわけです。でそうするとそのコメントに賛同する人そうじゃない人こうちゃんと分析するとですねそのランキングの上にあるやつはもうすでに我々取りかかっているしでこのやり方ってもしかしたらデジタル庁として 発足後も必要ななではないかっていうふうふに思ってるんですですすから、UIUX のものの,その改善もその一朝一夕にできるわけではなくて皆さんにいろいろああだこうだ言われながらそれに対応して変えていくつまり今までの,この国が一回作ってこれが正しいからどうぞというやり方ではもはや通用しないなと、うん、もう民間と一緒ですね、はい、まあだからそんなような形で UIUX。<coughs> てててての面においいい考えこここうとと思っていますすすれはすごいことですよね、あのー、私も IT 連の会長以外ではあの Z オールディングスというネット企業のえ社長をやっていてさまざまなネットサービスを作っていますけどもま,あまさにネット企業はそうやってユーザーの意見を問いながらオープンにあのどんどん改善していっているわけですけどもまさか国のデジタルサービスがそんな作り方をすると今のところは多分皆さん思っていないでしょうから。 でもそういうやり方でやって、国民の支持とともに、理解と,ともにやっていくと、まあ、あのそのやり方じゃなくて、結果問われるのは、そのもう最終的な結果なんですよ、はい、国民が喜ぶようなシステムじゃないと、はい、いくらこっちがいいと思ったって、そ,のそれは意味がないっていうふうに、結論付けようと思ってますなるほど、もうこれは期待、もう大変、はい、期待でして、そこは期待してくれて結構だと思います。はい ありがとうございました両大臣にまず最初の1つ目のクエスチョンですね、あの行政のデジタル化について、河野大臣からその前提となる、今のさまざまな業務の改革、そしてそれをじゃあデジタルにどうつなげていく,かいくのか、その時に UI、UX、どうやって作っていくのかということに関して、平井大臣からお話をいただきました。それでは2つ目のテーマ、働き方改革の議論に移りたいと思っております。 えまず、ですねあのー、一番身近な各省庁の働き方改革について、ですね河野大臣にお伺いしたいと思います。えー、霞が関の働き方改革に向けて、えー、若手中堅チームを立ち上げて主導しているというふうに伺っておりますけれども、まあ、具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか、また、えー、まあそれを将来どういうふうにつなげていきたいと思っているのかということについて教えてくださいはい。 あの霞が関はかなり危機的な状況にあると私は思っています。というのはこの霞が関で働きたいといって公務員試験を受ける志望者の数がピークは1996年平成8年だったんですけども今やその時から比べると半分 半減してますあ<ー>、えー、それで、あのーまあ、給料安いのは分かってるけど国のために働こうと思って霞が関に来てくれた若手の中で7人に1人はもう辞める用意をしている辞めたい、えー、そういう状況にあります。でかなりの部分は、まあ、そこまでは行ってないけどもこの,このままでいいんだろうかと疑問に思っている。でそれははなぜかというとうつは 働働く時間労働時間間労ががが長すぎてててプラライイベートライフとと仕仕事事両両立立ししいいいいいななあるは家家庭族だから何とかしたいそれからもう一つは国のためにと思って安い給料でも頑張ろうと思ってきたけどもやらされてる仕事があまりにくだらなくてこれを続けていっても俺人間的にも成長し,しないなとだからもっと人間的に成長できるような仕事ができるところに変わりたいとこの2つ。 なんですそれであの霞が関のブラック化というのは昔から言われているんですがどれだけブラックかというところをやっぱりきちんと数字でデータであの見なきゃいけない、えー、ということで10月、11月あのどれだけあなたは役所にいましたかという在庁時間を調べてもらっています。うんなるほど でこれであのどれぐらいブラックかというのが一つは分かるでそれに対して原因を究明していってもっと短くするためにどうしたらいいのかそれからもう一つはやっぱりやりがいのある仕事をやりたいと思ってきてるわけですからそのどうやったらそれが実現できるのかというのをやっぱり若い人に考えてもらわないといけない。そうすると何が問題で どこをどう変えたらその自分たちが。 思い描いてい描てた霞が関の働き方になるんだろうかという提案をどんどん出してもらいたいと思ってます。あの権限持ってるのは上の方の人たちですけども上の方の人たちはもう何十年そこにいてこれが当たり前っていうふうになっちゃうと今更変え,変えられない変える必要があるのかみたいなことになっちゃうんで思いを持ってきた若手にその自分の思いを実現するためにはどうしたらいいんだというところを きちんと考えてもらいたい、そして提案をしてもらいたいというふうに思っています。あのまずこれをしっかりやることで、あの霞が関に優秀な人材を集めることができなければ。 あの国の行政成り立たなくなってしまいますし、せっかく平井さんがデジタル庁を作るぞと言っても、その霞が関で働くのは嫌だと言われちゃうと、あの、オフィスを用意しても人は来ないということになってしまっては、あの、何も進みませんので、あの、霞が関が本当にやる気がある人が集まる、えー、そういう場所に変えていきたいと思ってます。ありがとうございます。 あの我々民間企業はですねあの安倍政権の時に働き方改革というのを、まあ、ある種、強いられる形で大企業を中心にやって最初は不祥不祥だったんですけども実はそれで変えてたからこのコロナ禍での働き方の劇的な変化に対応できたという感が強いんですよねだけどそれを強いていた方のあの霞ヶ関とか長戸町がブラック化しているというのはとても感化できる事態ではないと思っているんですけどもこの、まあ、霞ヶ関にはね その政治家の方が大臣がこう勝てばいいですけどこの永田町の方はどうやって自分たちで自己変革していくんですかね、あのー、なかなか行政府から立法府にああしろこうしろとは言えないというところがあるんですが例えば自民党は毎朝8時から法案の審議をやったり政策の議論をする部会というものをやってます。これまでは8時の部部会に間にに間合うようよ例えば資料を100部コピーをして、えー 届けるという業務がありましたでコピーしてるうちに資料差し替えになると全部差し替えなきゃいけないっていうあのでこれをあの下村政調会長にお願いをしてみんなにタブレットを配ってあの資料を電子で届けさせてくださいと。 そしたらもういくらでも差し替えしてもそのまま送ればいいしあのコピーしてホチキスで止めてという仕事もいらなくなるし若い職員がそれを台車に乗せてゴロゴロっていうことも必要なくなりますんでまずそれをさしてくださいで。今度はみんながタブレットを持つようになったら その国会議員に何々について説明してくれと言われたときに今までは霞が関から永田町まで行って場合によっては議員会館の廊下で待っているという業務がありましたけどもタブレット持っているんだったらオンラインでやらせてくださいとそう,そうすると両方の時間が合えばもうその場でスタートできる。うん、あるいは 5人から同じことを説明しろと言われたら、じゃあ、午後3時からどうですかと言って、一発で説明ができてしまうと、だいぶ霞が関の働き方もあの変えられるんだと思いますそういうところから、あのまずスタートをして、はいあの、国会の方にもこの霞が関をホワイト化するためのご協力をだんだんいただいていきたいというふうに思ってますじゃあ、結局、やはりそこでデジタル化が重要になってくると。 デジタル化によって、はい、だいぶこのアナログの仕事のやり方を変えられるというところはあると思いだから今日の「通廷するテーマ」にもう一つはそのデジタルでやるとです、ねはい、国会議員は今まではその自民党本部へ物理的に来て、はい、そこで紙の資料を見ながら議論をしていたのが、はい、実は選挙区から オンラインで参加をするということもできるようになるわけではい、はい、そうすると議員にとってもメリットは大きくなるんだと思います,、うんすね、みんなで一に変えればそういうふうに変わってみんなでメリットを享受できる可能性があるありがとうございます、えー、平井大臣にあの続きでお伺いしたいですけれども、まあ、まさに今のお話ですけども行政、えー、手続きのデジタル化をスピード感を持って進めていくためには、えー、デジタル化に精通した人材を確保することが重要だともうこれは世の中的にもだいぶ言われ始めてますけれども。 今後のデジタル改革を進めていく上でえで、ー、必要な人材の登用について何かお考えがあれば、まあ、もう一部報道でもいろいろ100人取るとか出てきてますけどもいろんなお考えをお伺いいいさせていただければなと思いますあの河野大臣のお願いしてるんですけど、まあ、さっきそのブラックな霞が関の文化を改めたいということなので私も,もう全く同意見で。 みんなが働きたくなる職場をデジタル庁で体現したいというふうに考えてます。まあ、つまり、あの、今までの霞が関の悪い。組織文化と決別した新しい省庁を作るので。まあ、あの、そういう意味で、官民、えー、その、まあ、一緒に協力して、共同して働く。場ですけど、まあ、ちょっとここは変えさせていただかなきゃいかんというふうに思ってるし。 あの地方に住んでいてもそのままデジタル庁に労働力を提供できるようにもしたいというふうに考えているしデジタル化をめ進めるその役所ですから、まあ、あの自ら当然、新しいデジタルワーキングスタイルをそこで作り上げる,上げるということが重要だと思っています。うん、なのののでやっぱりこの働き方の、まあ、仕事の値化も

もうデジタル庁っていうのは全く関係ないっていうところじゃなくて、好きに来ていただけるようにしたいと思ってるし、まつまりそのデジタル化を進めるっていう話は国だけ。でもその地方だけでも民間だけでも完結しない。みんながやらなきゃいけない話なんですよね。はい、そういう意味ではまあ、全く今までとは違う。そのデジタルのその働き方、そしてえそれぞれが能力を出し合う姿を。 我々が作っってていいいかななきゃいけないとういうふうに思ってますであの今もすでに民間の方々にも協力していただいているんですけれども,あのもうまさにこのデジタル庁って私がスローガンに掲げたようにスタートアップ企業と一緒なんですね,そうで,うねですからガバメントアザースタートアップっていうこれがガースになるんで多少バズったりはしましたけれども、はい、でもガバメントアザーサービスなんですよ目指しているのは。うん 圧倒的に便利なサービスを国民に提供するという意味では国も県も市もそして民間さえも一緒なんですよね。うん、でそこに新しい価値を想像できるかどうかっていうところが我々の勝負でそうなってくると今までの設計思想も全部変えなきゃいけないしまずはマインドセットを変えるところから始めないと。うん やっぱりあの今の霞が関から何人かやっぱりこう引き連れていくときに今のままの精神マインドでそのまま来,て来られたら困ると思っているわけです。はい、ですからそこを完全にあの、まあ、あのマインドを入れ替えていただいた上で全く新しい役所を作るということに賛同していただける方々を、うん、全省庁からその募集もしたいなと思います。 あの省庁、民間そしてその働き方も、えー、柔軟にで精神としてはやっぱスタートアップ企業を起こすような感覚でやっていくとそういういこと,です、ね、あというかもうあのもうスピード感はもう来年の秋、まあ、9月以降に立ち上げるわけですけどあんまり時間がないわけですけど、はい、あのいろんなミッションそこにはもうすでに想定されてます国のシステムの全体最適化これは予算の。 権限もいただけるあとは地方もそうです、はい、そしてあと医療とか教育準、まあ、公共分野にもデジタル庁はその仕事として、まあ、それがさらに、えー、国民目線で素晴らしいものに変えるようにしていくとなると、うん、これは、ね、どんどん素晴らしい方々に参画していただかなきゃいけないし特に民間の方々は今までの役所に就職するという感覚ではなくて。うん 要するに一緒に新しいものを作ってそのキャリアはまた民間で生かしていただいてもいいしそういう意味ではもうその出入り、自由に回転ドアでやってもらえる人たちもたくさんいないと技術ってどんどん変わるしデジタル庁は常に最先端のことも分かっているしそしてその実装するための要するにテクノロジーもちゃんと理解しているし。 結果に責任を負うというようなことを役割分担してやっていかなきゃいけないということだと思いいままますすあありりしたありがとうございますあの平井大臣にもう一つだけお伺いしたいんですけどもあの今、アイデアボックスってやられてるじゃないですかでそこでデジタル×規制改革に関しての最もあの人気の投稿意見これは何ですかそしてその意見に対してどうしようと思っているのかというのをちょっとお伺いしたいんですが最もあるんですけど例えば何でしたっけね。えー <coughs> まああのね、本当のことを言うと、ですねこれとかえあそ ZIP ファイルね、うん、えこの ZIP ファイルの廃止っていうのは、これ、皆さん、うんあの、役所、これも廃止しますもう、廃止した方がいいです、これはっきり言って。な,なんですか、ZIP ファイルの問題って要するに、まあ、あの我々メール開けられなかったりするわけですよ、で役所間も。そして、はい、あの 暗号化されたファイルパスワードをまた違うメールで送ったりしてるわけですよ。はい、これってねセキュリティレベルの話ではなくて、はい、なんかそういう、まあ犯行を押すっていうのとよく似てるってい。はい そのやり方、今までやってきたから、みんなやってるっていうふうに思うので、ジップファイル化して送るっていうのが、借子定規になってるかつ、別に全省庁で統一されてるわけでもないと、そうでもないんですよで、スマホで見れるわけでもないと、スマホで見れないのは致命傷じゃないですか、はい、やっぱり。結局、用をなしてないので、最新のセキュリティを考慮した、より新しいやり方でや,やろうっていう。というかね、はい、その何のためにそれをやってるのかっていうのは、じゃあね、あの客観的に見て、セキュリティのためではないんですよね。 ですからいやいやだ,だってその本当にそれでセキュリティを担保したいっていうような暗号化じゃないじゃないですかパスワードの扱いから言ってもあのそうではなくてなんとなく形から入っちゃってるものだからそのもっと本質的に一体その何が重要なのかで結局書類だってですねセキュリティレベルいろいろあるわけですよ、はい、それを全部同じように扱うとうん、うん、ですからその 何でもかんでも反抗してたのとどの書類も同じように扱うっていうのはだって同じ感覚なんですね、僕から見ると。じゃあ、これ、アイデアボックスでこれがあの人気1位になっているのはおそらくその中の人およびあの行政と取引ある人たちがこれはね、霞が関の職員が多いんだと思います、はい。めちゃくちゃゃく困ってて <laughs> 切実な要望としてアイダーボックスに来てこれはもう検討の結果は全敗すると、はい、まあやめるっていうことに行くしかないですねこれはなるほど、はい、分かりましたありがとうございますえー、っとそういうことであのやはり一般の方から来てるご意見というのが大事で、えー、それは多分国民のためのデジタル化というところにつながっていくと思うんですけども、えー、今回もあの実は「#」ハッシュタグで、えー、デジタル規制改革というのですで、えー、にいろんなご意見をあの。うん 頂戴いたししてておりましてここからの時間はですねそれについて、えー、一言ずつちょっと、えー、コメントも両大臣どちらでも、はい、あの構わないんでいただきたいなと思うんですけども、あのー、例えば、えー、地方からの意見として、まあ、これはちょっと今触れたことにも一緒の話なんですけども民間から採用がニュースになってますけどでも、えー、リスや購、えー、読分持ち、えー、地方公務員の抜擢も早くアナウンスして優秀な公務員がいること そして地方への寄り添いをアピールしてほしいですと。一言で言えば、えー、今は東京だけでやってる感がすごいんですけどと。いうような。ご意見が来てるんですけども。はい、あり、えー、さんういますか。これはもうすぐ対応します。はい、あの。地方の公務員の皆さんと。デジタル庁をつなぐ、あのプラットフォームを、もう作ることにしました。で、それはもう、あの、常に。意見交換をしながら。はい、彼らが望んでることとか、そういうものを。はい。吸い上げられるように。はい。まあ、フラットに。 そういうものにその参加できるものをあの急いでこれから実装しようとなるほどあの決して、ね、東京だけでやってるっていうことでは全くないで、ねはい、先ほどもおっしゃられたように、えー、地方の公務員の方地方の、うんえー、デジタル人材とかそういう方もみんなと一緒にやっていこうということです、ね、特に、ね、国民とのッタッチポイントっていうことで考えると、はい、その国家公務員ではなくて地方の職員の皆さんが一番よく分かっているわけですよ。よ、うん、日々 やっぱり自分の困っていることをう何とかしようという人たちは地方の公務員の皆さんとやっぱりこうその接点があるわけで行政システムもそこの UX を徹底的に見直さなきゃいけないというふうふに思っているしさっきあの冒頭で河野さんが言ってたあたスマートフォンでほとんどの行政手続きができるようになると 窓口にいた方々とかそういう方々が今度はマンツーマンのサービス本来本当に困っている人つまりデジタルだけですべての行政サービスは絶対に完結しないんですよ、はい、そうするとそのリソースをそっちに避けるようになるっていうのは全体として行政サービスのクオリティが上がるんではないかなと私は思います。あの多分それに それと似たような話で、多分河野さんにあのお答えいただくのがいいと思うんですけども、意見の2つ目としては、デジタル改革にスポットが当たって、以前の仕組みはどう取り扱われるのでしょう、この改革が社会全体の効率化なのか、多様性の拡充の中で、ビジョンと施策が異なることもあります、押印の廃止、免許証、保険証、マイナンバーカードに統合するならば、コスト構造はどう変わるんですかと、こういったご質問が。 はい、あの社会全体を思い切って変えていかないといけないんだと思いますあのただ、その時に大事なのは全員がじゃあスマホで全てのことができるかというと私、スマホ使えないわという方も必ずいらっしゃるわけでその人たちのためにきちんとできるやり方というのは残しておかなければいけないんだと思います。ただあの 新しいシステムを使おうと思ってやってくれる方にはかなりあの爆発的に便利になったりコストが安くなったり早くなったりというメリットは、えー、相当あるよとだからそれならあのそれを使った方がいいんじゃないかということができるようにしていきたいというふうに思ってますただあのそれを必ずしも強制するわけではなくてあのそれが ななかなか使い方がわからないという人のためのどうするそこのケアはきちんと残さなければいけないと思います分かりました、ありがとうございます。まあ、とこんな感じであの皆さんのご意見に対してですね大臣が直接答えてくれるという機会もほ,ほぼめったにないいい機会ですのでぜひあの「ハッシュタグデジタル規制改革」でですね質問やご意見今でも募集しておりますのでお寄せいただければなと見ていらっしゃる方よろしくお願いいたします。 事前に来ていたご意見でもう一つですね高校のギガスクール1人1端末構想を早期に実現してほしい社会のデジタル化を止めないためにはこれらの社会の担い手が ICT を使い慣れていることが必須です小中は対応しているのに高校だけ放置というのはおかしくないですかと、まあ、そういったご意見も来ているんですけどもこれは これはもう、萩生田文部大臣が文科大臣が、高校も一人一台きちんとやりますということをおっしゃってますんで、はい、あのスムーズにいくことになると思います分かりました、これはどんどん高校生向けにももう,もう小中高大、小のレベルで、このオンラインというのを入れて、 あの教育を変えていくというのは必須だと思います、はい、今まではこのクラスの平均を狙って授業をやるから、うん、飛び抜けてる人は飽きちゃうし遅れちゃった子はついていけないし、はい、ということだったのが今度はデジタルにすることによってそれぞれの進度に応じた授業を受けられるそういうことができるそして先生はある面オンラインでカバーできる生徒はオンラインでカバーしてもらえれば もっと寄り添わなきゃいけない生徒のために時間を使うことができるようになりますので、はい、これはもうあらゆるレベルであのやっていく必要があると思ってますあのここはもうあの2プラス1でもいろいろ議論しているんですけれども、はい、あの今回、やっぱり学校に行けなくなって家で学習したという経験を持つ生徒がものすごく一気に増えたと思うんです。はい でそれはやっぱり一過性にしてはダメだっていうようなことで高、まあ、教育小学校、中学校でも自宅でちゃんと授業っていうか受けたものがその学習時間にカウントされるようにしていかなきゃいけなくて、うん、そういうまあハイブリッドなうまい考え方をそれぞれ現場でこれから作っていくんだと思いますそれとあの全国一斉の学力テストってあるじゃないですか。はい あれも本当はデジタルでやっていかなきゃいけないという議論がもうスタートし始めましたでそうじゃないと OECD のランキングで日本が低いのはあのデジタルで試験を受けるということに慣れていない子どもたちが多いんですね。うん、で、これは早くキャッチアップさせてあげたいと思うしあのこういう面で言うとです、ね、もうぜひこのデジタル教科書を使える比率 分ののといううも突っ,張ってもらえると思うし、はい、デジタル教科書デジタルっていうのは紙の教科書がそのままデジタル化したらかあのデジタル教科書じゃないじゃないですか、うん、通信機能を持ったりやっぱりいろいろトータルで含めて、まあ、進化した新しいものっていうのが出てくるとこれはやっぱり子どもたちの学習環境は格段によくなるのではないかなというふうに思います。 であの小中高校だけ放置っていう風に言ってるんですかあの、はい、高校はもうなんか最近あれですよね通信制に行く生徒がどんどん増えてるし、はい、まあある意味ではその通信プラスデジタルということでうで、ね、外ではスマホを普通に使ってると思いますからね国交税はですよね、はいまあ、まあ、どんどんやればいいんじゃないかなそうですねそれと今の小学校と生なんかを見てると。 デジタルネイティブなのではる、うんまあ、かに先生方よりは、はい、そのデジタルの使いこなし方もう,もう慣れちゃってるんですよね。でその子たちがこの間対話集会で話いろいろ提案を受けたんだけど一番よく分かってるなと思ったのはデジタルで学ぶことに向いてるものと、うん、マンツーマンで人が会うっていうことは、うん、これちょっとうまく。 両方を用意しなきゃいけないというふうに小学生に言われたんです。<laughs> なるほどで。で、小学生の方が。本当のデジタル化の意味が分かってるんです。<laughs> はい、で、そういう意味で、要するに学ぶ側の。小学校の生徒の提案を受け入れるような。学校がどんどん出てきたらいいなと私は思いました。わかりました。ありがとうございます。続いてですね。ご意見ちょっと二つまとめますと、コロナのとの。 絡みの話ですね、えー、役所側と民間が例えば Google ミートでやり取りできるような時代が必要だと提案したいです、えー、民間人が直接行政に駆けつける手間を減らしてオンラインです一卒を実現公衆衛生機器を安全に導けたり行政がもう個別対応の時間を削減できますとこれが一つ目の意見もう一つが第3波が来そうですと。 経済を止めないではなく迅速なデジタル化による持続可能な経済体制の移行だろうと思いますということでやっぱこのコロナへの心配とデジタル化というものを関連付けた意見がいろいろ出ているんですけども河野さん、何かこの辺りご意見ありますかあのおっしゃる通りだと思いますなかなかデジタル化がうまくいかなかったので例えば霞が関はこの緊急事態宣言の後半分ずつ出社しようと言ったんですけども あの在宅勤務はほとんど自宅待機と化していて特にあの防衛大臣だったんですけど防衛省は。 もはやセキュリティの問題があるので端末が足らないともうほとんど自宅で研鑽を積むみたいなことになってしまってそこについてはやっぱり勝見学相当やらなければいけないと思ってますあの民間はむしろこれを機会にテレワークできるじゃないかということになったので民間から今いろんな提案をいただいておりまして例えばあの1000人以上の企業は職場は産業医を置かなきゃいけない。 産業医はそこにいなきゃいけないんだけども肝心な社員がみんなテレワークでそこにはいないんですと <laughs> それでもそこに来なきゃいけないから結局来てオンラインでどうですかとやってるとルールを根本からやっぱりテレワークのために変えていく必要があるよねっていうのはもうおっしゃる通りだと思いますしそうすると何も東京のオフィスにいる必要はないよねそうすると雇用もう全国から人を雇って北海道からでも九州からでも 仕事ができるるようになるあの子育てをしながらでも自宅からいろんな仕事ができるようになるというんで社会構造もだんだん変えていけるんだと思ってますあのコロナとデジタル化のところで平井大臣何かご意見ございますかあのまずねあの5月の緊急事態宣言の時に、まあ、あの私はまだ大臣ではなくて党の立場だったんですけどえもう本当に数え切れないほどウェブ会議やったんですね。 そしてあの派閥の会合っていうのもあるんですが、派閥の会合も全部ウェブでやったんですね、一回も。で、あの結局、普段政治家って人の話聞いてるようで聞いてないんですけど、そのウェブになるとちゃんと聞くんですね、その分、疲れちゃったりするんですけれども、で結局、僕はあの国会議員の中でデジタルディバイドっていうのものすごくあるのかなと思ったら、 いざやってみるとみんなできたっていう体験があるので急に皆さんそのウェブ会議が好きになってますよねですから、まあ、しかしこの勢いでそのずっとやってもらったらいいんだけどやっぱりあの昔のやり方がいいと思い始める人もいるので、まあ、これはもう戻れない道でやっぱりこの公衆衛生上パンデミックってこの20年間でもこれ3回目じゃないですか。 ウイルスがこれだけ変異してるし、まあ、これずっとやっぱりこういうその感染症に対してレジリエントな働き方っていうのを考えたらあのもう絶対全部ハイブリッドにならざるを得ないというふうに思ってて、まあ、そういう意味では今、役所もこの間の委員会の質問であったんだけど使える会議システムっていうのを全部書いてどこが使える使えない。で ウェブ X が全部使えてで、えー、要するにズームはダメとか、うん、まあこれ GoogleMeet が使えたりつな使えなかったりまあそのいろんな風になってたんだけどあのもう実はねやっぱりその役所の方も役所の欄につながってるやつはほ,ほ,ほぼほぼ対応できなかったりするんですよ、まあ、だからこの辺りのところをやっぱりこれからちゃんと考えていかなきゃいけないしここも その機密性の高い会議とただの連絡なのかその、まあ、国会議員の意見を聞くだけなのか、まあ、その仕事の内容によっていろいろ使い分けられる柔軟性みたいなものが必要だと思っています。であのこの規制改革そのとデジタルっていうのはずいぶんいろんな分野にあって、えー、対面書面を河野大臣にその見直してもらってる。でその先には 要するに、えー、デジタルによって圧倒的に便利な要するにその、まあ、アーキテクチャを作ることができるそれまでにやっぱり対面原則書面原則っていうのを徹底的に見直してもらわないと、まあ、今までの失敗はただ今やってる仕事を一部デジタルに置き換え,置き換えたらデジタル化をしたような気分になってる人たちが多すぎた。つまり 中途半端なデジタル化が多いためにこの間の特別定額給付金みたいにああいうふうにボロボロな状態になっちゃうわけです、はいまあ、なのでもうこれからは要するにあのエンドツーエンドでちゃんともうやりきるというデジタル化が必要だと思っていいまます、はい、あ,りましたありがとうござしたます。 えここからですね、リアルタイムにいただいているご意見をまあこれ1問ずつというか、いくつかまとめてちょっと私ので整理してあのお話を伺いたいと思いますけどもまあ今のお話の関連で出てくるところでデジタルデバイドに対してのご意見が2つぐらいきているんですけどもまあこれはあの全く対極の意見なんですけども1つはの日本はデジタルデバイドに甘すぎると公務員試験にも IT 科目を入れてがんがん進めてほしいというご意見一方でやはりデジタルが苦手な人への対策 デジタル化推進大賛成ですがデジタル化が厳しい人たちへの支援策も知りたいですと両方の意見が来ているんですけどもこれに関しては何かまず河野さんではこれあの今、セルフレジが苦手な人がいるっていうコメントが出てますけどもこの間、中国に行ったらですねお店に入った瞬間に顔認証これは河野太郎さん で棚にあるものを取ったら何を取ったかを全部カメラで認識をしていてお店を出る時には何もレジを通さなくても河野さんこれとこれとこれをお買い上げと言って顔認証を登録している銀行の口座から引き落としますっていうシステムがあってもうそうなるとセルフレジが使い方が分かりませんなんていうレベルではなくなって ですからあの、最初の段階ではセルフレジが使い方がよくわからないとかっていうことになるかもしれませんけどもこれ、突き詰めていけばそこまでいっちゃえばです、ねはい、もう誰でも入ってきて必要な買い物をして、えー、帰っていくあのもう10年ぐらい前に WFP がやっていたシリア難民のキャンプで、うん、目のを難民の人の目の交際を登録して、はい、その人に毎月いくらずつ口座に振り込んで あの難民キャンプの中か周りの指定したスーパーで必要なものをかごに入れて交際でえ個人認証をしてお金引き落としていくというシステムがもうすでにあったりとかですねあのいろんな技術を使えばかなりこのデジタルデバイドに対する対応もできてくるでそれをあの一生懸命民間企業でえ技術で競争をしてもらってそのデジタルデバイドといった さらにその先へ行けるようになる、うん、そういう時期はそう遠くないうちに来るんだと思います要するにデジタルデバイドもデジタルの力でなんとかできるというお話ですけども、あの実際に、平井大臣、マイナンバーカード、マイナポータルの認証で顔認証とか、そういう要望は結構あるんだと思うんですけども、あのまずです、ね、来年の3月からあのマイナンバーカードが健康保険証になるのが、はい、おそらく。 パスワードの代わりに自分の顔を使うという、まあ、国民にとって初めての経験になると思うんです、はい、であの、まあ、顔認証と ID パスワードっていうのはレベルとしては一緒なんですけどこれを要するに多要素で組み合わせることによってあのセキュリティレベルはどんどん上がっていくと思うんです、うん、で今あのマイナンバーカードのパスワードを間違ってロックをかかったやつを 自分の顔でそのロックを解除できるというふうにも今、しようとしているしマイナポータルもですね当然顔認証を使えるような方向で今、考えています、まあ、あのその顔認証だけでもセキュリティレベルが足りないものは、まあ、ファイドとかいうかこう、まあ、いろんなものを組み合わせていくということだと思います。そしてあのさっき えー、デジタルディバイドの話がありましたけど、はい、これあの河野大臣にもお願いしなきゃいけないのは逆に言うと霞が関にそのデ,ジデジタルキャリアパスってまだないんですよねうん、うん、でそんな採用もしてないんですよ、うん、で,ですから結局その本来もっと能力があるのにそのキャリアパスがないもんだからそのもったいないっていうところがあるんで、はい、そこはやっぱり採用の段階からまた その研修の段階からそういうものがあったらいいなと思ってますこれ、民間企業ですともうデジタルの,そのキャリアパスこ,こ,こ,こそ今、もう引く手あまたな人材のはずなんでそれがないというのはもう本当に驚くべきことなんでぜひ作るべきですよね。<laughs> <laughs> うん、これはあの人事院としっかり相談をして、はい、どういう試験をやったらいいのか、はい、どういう待遇でやったらいいのか、はい、いろんなことを決めていかなきゃいけないと思いますので、うん、それはあのしっかり考えていかないとい,けないと思ってますありましたでちょっと一つ前の話に戻りますけど、まあ、そう,いうデジタルデバイドの問題もデジタルの技術で何とかできるとで顔認証で、えーまあ、近くで言うとマイナ,、えー、マイナンバーカードの,そのロックがかかってしまったのを解除できると。 遠くはそのまさに無人コンビニみたいなものもできるよと、ただこれって、顔データがいっぱい集まってきたり、その個人の口座情報をどこかに集めなきゃいけなかったりとか、やっぱ,やっぱデータがどんどん、えー、こう溜まってきて、セキュリティの問題に、多分直結してくることになると思うんですけれども、あのこの頂い,いているご意見の中でもやっぱりありまして、やっぱり成りすましや他人の受け入れ、本人拒否など、セキュリティの技術の問題も気になると。 こういうご意見があの見てらっしゃる方から来てますけれども、このセキュリティのところは、平井大臣、何かかお考えありますかあのこれからの要するに、われわれが作るシステムは、セキュリティバイ・デザイン、そしてサービス・バイ・デザインというのは当然のことでその、デジタル庁の中にチーフセキュリティオフィサーもそのちゃんと置いた上えで、これからのやっぱり、セキュリティを 国や地方自治体も含めてシームレスに考えていこうと思っていますであの,この当然そういうシステムのセキュリティも大事なんですけどさっきいろいろ言ったこの顔認証とかいろいろな話っていうものを一方で個人情報とか要するにプライバシーの問題とか まあ、い,ろいろお考えになるる方もいらっしゃると思うんです、はい、でさっき河野大臣が言ったように中国のように国家が全部データを持って管理するから安全でいろいろなサービスが提供できるということを、まあ、日本の場合は良しとしないという文化が今まで全部来ていたので情報は全部分散管理してるんです、うん、なので高コストになっていてで分散管理している情報を 自分がうまく使えるためにお渡ししているのが実はマイナンバーカードの中の IC チップなんですよね、はいはい、そのことをやっぱもっとあの PR しなきゃいけないなと思いますいろんな国ごとにデータとその管理方法セキュリティは考えあるけれどもやっぱ日本の場合は自分のデータを自分できち管理するという考えを前提にしながら最新のセキュリティ技術をあの駆使していくとそういうことですかね。そういういいことだとだ思いますあの、はい これからますますすセキュリティの手法も変わってくるし、はい、セキュリティはやっぱりデジタル庁としても一番重要に考えているところです、はい、かりましたありがとうございます、えー、これで最後にちょっとしたいと思いますけどもやはりこれ見ていらっしゃる方はみんな関心があるから多分見てくださってるんだと思うんで、まあ、そういった方々への語りかけということにもなるかもしれませんけども今回の対談の場ロッジに集まるようなクリエイターは 自分のエンジニアやデザイナーとしての力を日本を便利することに使いたいと感じている人も多いと思いますオープンな開発に参加して協力するなどそういうことはできると嬉しいのですが何かお考えありますでしょうかと、まあ、あの途中でもそういうお話ありましたけれども改めてそういうこういうコワークスペースに集うような人たちに対して何か協力を呼びかけていただければなとあのどんどん協力してほしいしあの要するにまさに アジアイルガバナンスでやっていくということを決めてますので、うん、デジタル庁は、はい、まあそういう意味では皆さんいろんな形で参画できると思いますそしてあのアイデアボックスのは、まあ、単なる皆さんの我々あのこ,この手のものって結構ガス抜きで作ったりすることはありますけど <laughs> そうではなくて本当に皆さんの意見を実現できる場として今回作ります。で今もそののように機能を指しているので そのぜひその具体的な皆さんの提案をどんどんお書きいただければ我々、それをきっちりその分類しながら整理しながらあの政策に生かそうとしているのであの国民目線でいろいろ言っていただくことが我々にとっては一番ありがたいし、うん、そういうものを KPI にしていきたいというふうふに思っていますな。 究極的にはクリエーターだけでなくて、はい、あらゆる人がこの霞が関に入ってこれる、その回転ドアみたいなものにして、はい、そのプライベートで、えー、ガンガン、えー、お金を儲ける、あるいは国のためにガンガン仕事をする、そういう時期がその一人一人の中でいろいろ波があってもいいんだと思うんですね、そういうことを受け入れられるような人事のシステムっていうのを作れないかなと今、考えているところです。かりました 楽しししみにしておりりまますありがとうございましたもうお時間があの来てしまいましたのであの最後にお二方にもう一度一言ずついただきたいなと思うんですけども今日はかなりあの個別具体的なあのことをお伺いしてきましたけども最後にもう一度やはりあのお二人の志というか何のためにこの行政改革あるいはデジタル改革やるのかあるいはその先の未来は、えっと、こういうことにそれはつながっていくんだよという。 まあそういったことを最後にあのまず河野さんからあのお聞かせいただければなと思います、はい、あの今度の規制改革の、まあ、キャッチフレーズは人と地球に優しく不便、不正、不公正に厳しい規制改革というのをやりたいと思っています。から もっといろんなことができるもっと便利になるはずだよねでも、なんでそうなってないのかなと考えている人はたくさんいらっしゃると思うんですけどもこの技術の力を最大限に発揮してさっきあの申し上げたようにもうあの AI やら機械に任せるところはどんどん任して人間が本当に人間でなければできないものっていうのがいろんな分野であると思うのでそこに人間が集中できるように世の中変えていきたいというふうに思います。ありがとうございました で平井最後にもう一度志ノーアンレフトビハインドっていうことと人間中心っていうのはデジタル庁がやっぱり絶対にそのモットーとして持っておかなきゃいけないこととあのデジタルに対するアクセシビリティーは100%保障するとどのような障害を持っている方々も高齢者もそのアクセスできるような UI、UX を開発したいというふうに思うのと。あの 結局これからやっぱりこの日本の社会がさらに一段バージョンアップするにはデジタルというものをうまく実装する以外にないと思うんですよねで。それがないとおそらく日本の未来っていうのは暗くなってしまうと思いますそういう意味ではあのオードリー・タンさんが 3F って言ってますがファースト、ファン、フェアこれはもうあのデジタル庁にもぴったりだなと、うん、でデジタル庁で働きたいと思っていただけるような そのクリエイティブなそして楽しい職場を作るっていうのが、うん、まあ担当大臣の私は重要なミッションだと思っているのでそういう意味でそのこの時代のシンボルにしたいとそういう意味でですねこれから、まあ、あのやってることは地味にやってます地味にやってるけれども、うん、結局そのデジタル庁が国民にものすごく近いところにあるっていうところだけは 絶対ににらずに今後ともやっていこうなるほどそれと、まあ、あの冒頭言いましたけどプロセスの透明化っていうのがものすごく大事だと思うんですよ、はい、デジタル化はなのでそこはもうこだわりたいし河辺、うん、さんにお願いしたいのは、はい、いい人材をどんどん送ってもらいたいというお願いをさせていいたただきともちろん IT 連としてあのいい人材を送りまた回転ドアで帰ってきた時にその方々の給料を上げると。 この両方をお約束したいいいいなと思まますすすせん追加でで問だけ伺っていいですかあのやっぱスケジュール感というかこれをどれぐらいのスピード感でやろうとお二人がなさっているのかちょっと最後に先ほど楽屋ではです、ね、かなりの爆速感を感じて私は期待を持っていたんですけどが、まあ、公であの言える範囲内で結構なんですけどもどれぐらいのスピード感でこれをなそうと思っているのかを教えていただければなと。 それ私です、あの、まあ、お二人とも、あの、最後意気込みということで。まあ、ですから、あの、まあ、来年新しい、あの、法律も全部出した上で。え、まあ、あの、九月以降、要するに。デジタル庁を発足させるとしたら、できるだけ早い方がいいと、いうふうに思ってますし。はい、国や地方のシステムを見直す。まあ、そして、いろいろ今、これから、あの、年末工程表を、その、作っていきますが。まあ、あの。 総理の要するに考え方もよく分かっているので、うん、の全部前倒しをしていく前提で <laughs>、えー、考えてます、ですからスピード、スピードアンドスピードっていう意味で、立ち止まることは許されないと、ですから、要するに考えながら走り続け、えー、立ち止まらないっていうのでいかないと、これは無理だなと思います。なるほど まあ、まさにネット企業的スピード感です、ね、す、はい、そういういことになります河野大臣はスピード感、どれぐらいであの例えば今、引っ越したときにいろんな住所変更の手続きをやらなきゃいけない、あるいは結婚するとどちらかが性を変えなきゃいけない、離婚したらまた戻す、そうすると名字変わりましたという手続きをやらなきゃいけない、はい、これをワンストップで全部あのやれるように今、できないか。 という話を各省庁としていて今、令和4年度中になんとかとこう言っているんですが、うん、多分、総理のところに上がればなんでそんなに時間かかるんだと言われるので令和3年度中にできるようになんとか努力をして、うん、まあ結果、少し足が出るかもしれませんけども、うん、それぐらいのスピード感で動かないと今までみたいにじゃあ有識者会議を立ち上げます、えー、そこから1年検討して何をやりますなんていうスピード感ではあのとても間に合わない。 ということは、うん、あのほぼ霞が関、理解をしてもらってると思いますな、まあ、あの楽屋で聞いた話と寸分変わらぬスピード感のお話をあの聞けたので、そらくこれ、見てらっしゃる方も、ですね非常に永田町霞が関が、えー、新しい席によって変わっていってるんじゃないかなという実感を得ることができたんじゃないかなというふうに考えております。お、えー、お二方ととともも忙ししししいいころありがとうございまままたでは次回に戻します以上をもちまして デジタルける規制改革河野大臣平井大臣によるオープン対話を終了いたしますご視聴いただきましてありがとうございました